セバスティアン・コッフホは、ドイツの俳優。ドイツ語の発音では、セバスティアン・コッフホと表記する方がより正確であるが、日本では、英語読みで、セバスチャンと書かれることが多い。カールスルーエ出身。孤児院で働く母に女で一つで育てられる。1982年から1985年まで、ミュンヘンの夫をファルケンブルク演劇学校で演技を学ぶ。この頃から、 すでに劇団に所属していた。ウルムとダルムシュタットの劇団を経て、1990年にベルリンのシラー劇場に所属。シラーやゲーテの作品を演じる舞台俳優として活躍。1986年にテレビデビュー。数多くのテレビドラマに出演し、とりわけアンドレアスバーダーを演じた1997年のテレビドラマトダスピールで知名度が上がる。 2001年のテレビドラマ、デアタンツミットデムトーファル、ダイエントフュールングで、リチャード・エトカーと同じく、クラウスマンを演じた、ダイマンズ、エインジャ・フンダートロマンで人気を、不動のものとした。2004年の、スピア・ウンと ER でのアルベルト・シュペア、同年の、シュタウフェンベルクでのクラウス・フォン・シュタウフェンベルクなど、テレビ作品での代表作には実在の人物を、演じたものが多い。 映画初出演は1991年。2000年頃から映画への出演が目立つようになった。代表作は2006年の全期人のためのソナタでアカデミー賞外国語映画賞を受賞した。2006年には12年ぶりに舞台に戻っている。ベルリン在住。ジャーナリストの女性とカ目を設けたが、離別、長らく12歳年下の女優と交際していた。 その後2005年に映画ブラックブックの撮影で共演したオランダの女優カリス・ファン・ハウテンと交際したが2009年に破局したありがとうございます。